菊池市で半導体の基板となる薄い板ウェハーのケースを作っているミライアル。1968年に設立し、ウェハー容器のグローバルスタンダードを確立。世界でもかなりのシェアを誇り、ソニーやインテルなど世界的企業を取引先に持つ工場に今回テレビ初潜入を許されました。わー、精密機械が並んでいて難しい工程が進んでいるように見えるんですけれども、ここでは何が行われているんでしょう。ウェハーの搬送容器のセル、要するに外側のですね、箱ですね、これを成形しています。金型に、原料を送り込んで、ここで圧力をかけてですね、加熱冷却を行って、取り出すという作業ですね。繊細な性質を持つ半導体、ウェハーの表面に異物があるとうまく回路設計できず、目に見えるホコリはおろか、イオンが付着すると不具合を起こすことから、ケースも厳しい検査をクリアしていかなければ出荷できません。 TSMC の進出、これでやはり変化はあったんでしょうか。すでにですね、昨年から、生産量を増強するためにですね、設備投資も実施して、異物を付着させないためウェハーの製造工程においても出荷の際も保護の役割を果たすケースは必需品。関連企業の進出が多く見込まれる中、ミライアルでも製造体制を強化しようとしています。世界の半導体の、発信地としてですね、熊本を皆さんで盛り上げていきたいなと思います。TSMC の進出が大きな波となっているのは銀行も同じです。熊本銀行では中国出身の行員も参加したプロジェクトチームを立ち上げました。関東関西中心に、県外企業、に加えて、海外企業、特に台湾関係からの相談も、増加しているかなと考えてますので、売りに出したらもうすぐ買い付けが入ったりとか、そういう状況になってきている。県外企業の土地取得は容易ではないような、模様かと思います。国内外の半導体関連企業など200件以上の相談が寄せられる中、特に希望が多いのは菊陽町での土地確保だといいますが、8割ぐらいが進出がなかなかすぐは決まらないというところの部分があるのかなというのは、一言で言うと今バブルに近い形の、価格の上がり方ではないかなと思います。菊陽町の工業地の価格の上昇率は全国で最も高い 31.6%。 土地に空きがない、コストが高いことを理由に8割以上の企業が進出は計画通りに進まなかったと回答しています。この日向かったのは大津町。熊本に進出した企業との打ち合わせです。最初物件をですね、菊陽町の方とかでも探してらっしゃった話もお聞きしましてですね、神奈川県に本社を置く半導体関連の人材教育派遣を行う日総興産、当初は菊陽町で土地を探していましたが、市街化調整区域になっている地域が非常に多くございましたので、それ以外のところをということになると、やっぱり、だいぶ土地はないというか、ここもそうですけども、決まる直前ぐらいですかね、5社10社近くこの場所を借りたいというようなお話を銀行さんからお話を聞きしたりとかもしましたし、菊陽町周辺の土地は争奪戦の様相に。川島知事はこの深刻な土地不足にどう対応していくのでしょうか。求められているのはこの企業のニーズに円滑に対応できることが一番大きいですよね。有料農地が多いんですよね。だからそれは守りながら、この工業用地としてこれを確保していくと、そのためには全体のこうグランドデザインが必要なんですよね。菊陽町は全体の8割以上が開発が制限される
市街化調整区域、その大半が農地です。そこで県は半導体拠点推進調整会議を設置、有料農地を守って乱開発を防ぎながらも活用されていない農地に企業を誘導集約する方針で、特例法の活用など市町村に必要な手続きの助言や調整を行います。誘致の機会は100年に一度ぐらいですから、これ逃さないようにね、誘致をちゃんとベストバランスを考えながら確保していきたいなと、このように思っています。そしてさらにもう一つ舞い込んだ誘致のビッグチャンス、 TSMC の義哲佳 CEO が検討しているとした日本での TSMC 第二工場の建設です。国内唯一の半導体専門誌電子デバイス新聞を発行する産業タイムズ社の会長で、40年にわたり半導体の取材を続ける泉谷渉氏は、計算書数字はですね、TSMC の第二工場ですね、これまだ場所決まりませんけども、やるんであれば手厚い支援をするというふうに言っておりますから、ますますですね、とりわけ九州シリコンアイランドはね、燃え上がっていくと。そうなってくるとまた誘致合戦ってことになるんじゃないですか、各県の誘致合戦すごいでしょうね。熊本には材料もいる、装置もいる、そして熊本にどんどん今進出している企業さんもいらっしゃいますよね。そういう意味ではますますこう集積の厚みっていうのが出てきてるから、この厚み大事ですよね。ですからそれが、維持できればね、やっぱり、熊本にね、持ってこようっていう企業はですね、多くなると思いますね。さて泉谷会長にどうして TSMC のような海外企業が日本にやってくるのか、その理由を聞きますと3つ理由を挙げられました。ですね、まず1つ目なんですけれども、日本は30年間給料が上がっていないので海外企業にとっては労働コストが安いということなんですね。また日本での製造輸出が有利になる円安が続いているという状況があります。また勤勉な気質ですね、すごく真面目で優秀なものづくりをするというところが評価されているということです。3つ目を聞くとね、なんか納得するところもあるんですけども、はい、1つ目2つ目うーんっていう感じはしますよね、はい、まあ、ビッグチャンスと捉えて、日本そして熊本のね成長につなげたいところではありますけどね、まあ、前向きにっていうところですね、また蒲島知事にですね TSMC 第二工場誘致のことについて聞いてみたんですけれども、まあ、住宅、住まい、教育とさまざまな今課題がありますけど、そこに対応していくことで次も熊本に建てようという思いになるかもしれないということでした。また SDGsの観点から TSMC はゼロカーボンを重要視しているということで、あまり第一工場から離れた場所に作らないのではないかと期待をかけていらっしゃいました。まず今日お伝えしたようなですね、土地不足など第一工場進出で見えてきた課題、こういったところにしっかりと取り組む、こういったことが大事になってきそうです。誘致合戦に勝っていかないといけませんからね。そうなんです、はい。